なんか宇月光さん、基本的にはなんかすごい好みの方なんですけども、見た目とか。でも配信を見るとなんか親近感が湧いてしまって、まさるさんはすごい萌えキャーみたいな感じになるんだけど、可愛いって感じになるんだけど、こうさんは親近感の方が増してしまう、勝ってしまうですが、でもなんか一回なんかのゲームの配信の時に、なんか私に助けを求めてくれているところがあって、なんか助けてうたこお姉さんみたいな。お尻にこう、お尻に刺そう。待って、お尻に刺せばワンちゃんいける。前のお尻、お尻、お尻、お、あなたのお尻を見せなさいよ。お尻を見せなさいよ。ああ、助けて、おたこお姉さん、助けて。ああ、待って、いける。その時は、あら、結構可愛いじゃないのと思いました。はい。あ、でも、宇月光さんのファンアートは、結構見ている、正直なことを言うと。まさるさんのファンアートと、光さんのファンアートは、ちょっと見てる。はい。あと、ちーくんのファンアートと、みことくんのファンアートも見てる。はい、そういった告白です。カミングアウトでした。問題はこちら。かなえくんが持っている猫の人形の名前。